授業お疲れ様でした。あ、こうやって釣りと釣りの会談お話しするっていうのは初めてです。ほとんど初めてじゃないですかね。で、釣り人って怖がりの人もいるし、そういう話はやめてくれって言ってると言い出すやつもいるし、で船宿っていうんですかね、釣り人が集まる渡船をしてくれる宿があるんですけど、そういうところで話すとやっぱり評判が悪くなるからやめてくれっていう人も中にはいます。釣り人が来たがらなくなるからやめてくれっていう人もいます。授業の中でも触れてらっしゃったかと思うんですけど、釣りをしながらご自身もそういう不思議な体験を何度かされたと、はい、一番最初に釣りをしてる中で体験された不思議な話ってどういったものか覚えてらっしゃいますか？ね、これは本当の初心者の時ですよ。で、友達、東京から来た友達と一緒に釣りでも行かないかって近くの堤防に行ったんです。堤防に行って海タナゴって小さい魚いるんですけど、それだったりクロダイの小さいのだったりが釣れるからって釣りしてたんです。で、水汲んでくるよって水汲みバケツってこういうビニールのバケ小さいバケツがあるんです。それ持って私テトラポット降りていったんです。ライフジャケットも着ないでスパイクも履かないで降りるってのは普通ありえない話なんです。全然知らないから降りていったんです。ただ案の定つるんと滑って海に落っこったんです。バケツごと落っこってどうしようかと思ったんですよね、怖くて。だけど次の波が来て下に潜り込むかなと思ったんだけど、 なぜかテトラポットの上にふっと戻ったんです。なんか押し戻されたような感じです。急いでまたそのテトラポット上がってちゃんとバケツには水海水を汲んで上がってきたらみんなびっくりしたわけですよ。何したのって怒ったのって。でそれからちょっと怖くなったんですけど、その時そのなんで戻されたのかって後から考えると不思議でしょうがないんですよ。普通だったら波でテトラポットの下に入ってそれこそ死んでたかもしれないような状況なんですよね。で特に浮くものを身につけたわけでもなんでもないのに、なぜか波でふっと上がってポンと立ったんですよ。立てたんです。腹ばいに乗ってしがみついたわけじゃなくて、そこまで一最後に立ってたところに戻ったんです。なんかそれはね、押し戻されたような感覚だったんです。まあまだ死ぬの早いのって言われたのかもしれないですけどね。あと授業の中でも言いました、後ろから声かけられた、ああいうのは何回かあります。やっぱり釣れますかだったりね、こんばんはだったりはっきり聞こえます。知り合いかもしれないと思って振り向くじゃないですか。誰もいないんです。先生が一番最初に、声をかけられた時のことって覚えてらっしゃいますか？覚えてますよ。江ノ島です。力近いんですけどね、江ノ島でその頃メバルって夜釣れる魚なんだけど、それを釣りに行ってた時です。それこそ晩ご飯食べてから行ったからな、呆れる妻を背中に8時ぐらいから行ったんじゃないですかね。で、大体行くと12時ぐらいまでやって帰るっていうのが、釣れるかって声聞くと、と思ったけど誰もいないって、おじさんの声です。全部違いますね。何回かありますけど、そういうことに詳しい人に聞くと自爆類じゃないかとか言うんですけどね。その海で亡くなった人が未だにやっぱもっと釣りしてたいなって気持ちが残っちゃってて、釣りしてる人見つけると聞きたくなる、釣れるかとかね、どうだとか声かけたくなるらしいというのを聞いたことあります。でも別にね、悪さはしないんでとは思うんだけど、やっぱり気持ちのいいもんではないですね。もともとこういう不思議な話、怪談、オカルトっていうものっていうのはご興味があったんですか？割と好きでした。子供の頃ってのはやっぱり近所の子供たちとハゼ釣りに行ってて。あ、釣りしてたんですか？釣りは一応自然大好き少年だったからでね、当時のハゼ釣りって針金の先を丸めて削って、でそこに加工で取った磯目をつけて堤防のへりにくっついてるんですよ、ハゼが。でそれをこう口元のとこにそれをやって引っ掛けるようなんですよ。で、でやってたらね、下から顔がブワッと上がってきたことある。なんか分かんないでしょ。でもう一回見たけどもういないんですけどね、顔がブワッと浮いてきたんです、水の中から。でそれは夢だか現実だか未だに自分では確かめようもないので分かんないんですけどね。だから怖いと思ってる人のところには出やすいんだろうけど、僕はそんな怖いと思わないんですよ。なんか不思議なことがあっても、なんだろうと思っちゃう方で、この現象は何か意味があるはずだとか思っちゃうんですよね。磯釣りと船釣りとか、はい、
川で釣るっていうのは全然別物ですか、うん、別物ですね。あの川で釣るのは多少源流渓流釣りなんかは似たところがありますけど、船釣りっていうのは全く違いますね。船釣りっていうのは基本的に船に乗って船頭に運んでもらって釣り場に行って仕掛けを下ろしてこう縦ですよね、何メートルまで下ろしてグーンって下ろしてキッキッってこう待ってる。磯釣りっていうのは岩場に渡るなり歩いて出るなりしたら一日何してもいいんです。極端な話寝ててもいいんです。別にそれでも釣りなんですよね。釣りに行ったことには違いない。釣りに行ったけど竿は出してないというだけの話で、でやっぱりあの陸上とさっきの異界の接点じゃないですか。そこに立ってるというすがすがしさというか気持ちの良さってのはやっぱありますよね。だから僕なんかはあの持っていく餌の量が少ない方なんです。なんでかっていうとちょっと釣れない時間帯にいろんなことしたいからなんです。あのカメラ持ってあのタイドプールの中の写真撮ったりいろんなことやってるんですよ。何のために人釣りするんですか何のためなんだろう。拘束されない時間を味わいたいっていうのと、目に見えない魚というのを相手に自分の能力を試すというのがあります。そういう面白さ。だからあの釣れないと確かに悔しいんだけど、もうやめたとは思わないんですよね。これからじゃあ釣りをしようという人に対しては、うん、磯釣りを一番お勧めしますか。僕は勧めます。なんでかっつったら一番厄介だから。一番面倒くさいんですよ。あの道具も揃えなきゃいけないし、で船釣りと違ってあの貸し竿っていうのがないから道具も全部自分で買わなきゃいけない。でライフジャケットは必要だ、スパイクは必要だ、いろいろあるでしょ。いろんな道具も揃えなきゃいけないし、覚えることもいっぱいあるんですよ。荷物は重いし餌は汚いし釣り姿がかっこいいと思ってるのは釣り師だけですからね。旗から見るとかっこ悪いですから。ちょっと気になったのが釣り宿という、はいはい、それは釣りをする人専門の宿があるんですか。そうです。あの僕ら磯釣りでいうと、磯釣りをするためには歩いていくところもあるんですけど、船に乗って沖の岩場に渡してもらうことが多いんですよ。でその船を出しているところが宿もやってるケースが多かったんです。今は交通事情がいいから伊豆まで行って日帰りできるじゃないですか。で前はあの一泊してたりしたんです。あの伊豆の方まで行ってその宿に泊めてもらって釣りをして帰ってくるという。だからその宿に泊まったりなんかしてる時にいろんな話が出てくるんですよね。顔なじみになると船長が一升瓶持って今日は釣れたかとか言いながら来るじゃないですか。で話してるうちに、そういえばな今日あんたが渡った場所あるだろう、あそこはなとかいう話に出てくるんです。あそこは本当はなちょっと出るんだよっていう噂があるんだ。まあ、日中は出ないけどなとかそういう話それなんでなんですかって聞くと、そういうあのちょっとした話が耳に入るわけです。結構そこでじゃあ収集することが多いです。あ、うん、でそういう場ってないとなかなか口開かないじゃないですか。そういう要するにマイナーの話、マイナーっていうかマイナスの話でしょ。向こうだってお客を呼びたいわけだから釣りの話はするけど、そういう話までいったのはなかなか普段はしないです。だからそういう船長から聞いた話もあります。おけのまだ分かんないものに押されてようとか、そういう話、船がぐる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 揺すられたんだ。だからそれのが昔の海坊主だったりなんかするんでしょうね。で船の真下にもものすごい光が出たとかね。真下ってのはおかしいでしょ、上だったら分かるけど夜ですよ。でもね漁師さんってあんまりそれ言いたがらないです。だからそうやって何日か泊まって酒飲んでなんかしてるとやっと出てくるような話。ところがね最近は道路事情良くなったでしょ。だから日帰りが多いんですよ。だからそういう話を聞ける場所がなくなっちゃう。でね秋田に男鹿半島って有名なとこあるじゃないですか。あそこも釣りのメッカなんです。で昔は秋田から男鹿半島に行くの結構大変だったんです。だからみんな泊まりがけで行ってたんです。ところが最近は道路事情が良くなって便利になったもんだから泊まる人がいなくなっちゃう。だから船宿はあの宿泊はもうやりませんというところがほとんどです。僕なんかはまだあの昔っていうかその30代40代の頃って伊豆とか行くとやっぱりいろりがあって、そのそばで船長と話したりしてましたもん。今そういうことはまずない。だからそういう人から人づてに伝わるものっていうのはどんどん
枯渇していくんじゃないですかね。枯れていっちゃう。だからわずかに残ってるのを拾い集めようかなと思ってるんですけど、なかなかね、できれば泊まってそういう話を聞きながら食べて、翌日もまた釣りしてっていうのが一番好きなんですけど。だからあの九州行った時も福江島の隣の久賀島というところでそういう船出してくれてるところに泊まって釣りしてたんですけど、そこの親父の話は面白かったですもん。いろんなそういう霊的な話も含めてですけどね、下世話な話から何かとか霊的な話で何か一つ印象深いものがあれば。ああ、それは私自身が体験したやつでもあるんだけど、その久賀島っていうところに泊まった時に、大体ああいう島に泊まるとタバコ買いに行くとか缶コーヒー買いに行くとかって外に出るじゃないですか。宿の人に、店どの辺まであります、それすぐそこだよって言われるんですよ。歩いていって右曲がって、いや左曲がればすぐだから。行けども行けどもないんですよ。あのああいう島とかね、ああいうとこの人のすぐそこは本当当てにならないですから。すぐそこって言うと大体こっちの感覚だと5分とか10分台じゃないですか。40分経っても何にもないんですよ。でやっと行って見つけて、夜みんなで飲むもんだとかつまみだとかそういうの買って、ビニール袋ぶら下げて帰ってくる。もう暗くなってるんですよ。薄暗くなって、で薄暗くなってるとこ確かこっちだったよなって、ほとんど街灯もないようなとこ歩いてたら、目の前に白いものがふわっと出てくる。なんだろうなと思って歩いていくと、ふーっと誘うみたいにね、あの畔道っていうかその道をずっと行くんですよ。で宿の方に行くので、あ宿に案内してくれてんのかなとすごいよく解釈しながら後ついていったんだけど、その通過していっちゃったんですよね。でもうほらそういうの興味津々だから、一応後ついていってみようと思ったら港まで出ちゃったんです。またで港まで出て、その白いのがふーっとこう海渡って反対岸まで行っちゃったんですよ。ふーんと思って、その時は見てた。へーと思って、何だったんだろうと思いながら、でまた帰ってきて、で宿に入って釣りしてたんですよ。で家に帰って調べてみたんです。ちょっと気になって、そしたらね、隠れキリシタンの一番ひどいその柵って言うんだけど、その殺されたところの人たちが葬られてる場所がその対岸にあった。もう明治になってからの話らしいんですけどね、狭いところに何十人も詰め込まれて、体に宇治が湧いたりなんかして、よくね、人間がそんなことを人間にできるもんだなっていうような状況で死んだ人たちのお墓がその対岸にあった。だからそれからね、結構その隠れキリシタンの話、今潜伏キリシタンっていうのはね、その話を調べました。で小説まで書いちゃいましたそういうのをテーマにした。だそういうので、あの世の中が便利になりすぎて、そういうの聞き取れなくなったかなというのありますよね。次にまた、授業をしていただける場合、うん、何をテーマに話したいと思いますか。何をテーマにしましょうかね。やっぱり釣りとそういうものの話なのかな。それをもう少し膨らまして、例えば半魚人の話とかあるじゃないですか。ああいう話まで含めちゃうとか。半魚人の話ってあるんですか実はね実はじゃないですけどねあのラブクラフトの作品の中に出てくる、なぜあれが怖いのかって話。あれもね、一番怖いのは匂いなんですよ。多分魚臭い匂い、あれの描写がものすごく怖いんですよ。で匂いっていうのは実体がないじゃないですか。授業で言ったようなこの辺の話と一緒なんですよね。でこう嗅ぐんだけど実体がわからない、だから怖いんですよね。うん、匂いって多分強烈だと思う。ちょっとまたぜひ機会がありましたら、はい、なんか私の方も意識して見繕っときますこのチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録お忘れなく。